タカラトミー。はい、本日はタブレットを使った特別授業をスタートするわよ。どんな授業？タブレット？楽しみ。本日使うのはじゃーん、こちら小学館の図鑑ネオマットデラックス。うわー、ワクワクが止まらない。この小学館の図鑑ネオパッドデラックスはなんとこちら大人気の小学館の図鑑ネオ6冊から700種もの生き物が収録されているの。700種？どんだけ。僕の大好きな危険生物も、私の大好きな羽まである。それだけじゃないのよ。このなぜ何をタッチしてみて。そうするとほら、生き物のさらに詳しい情報も教えてくれるの。しかもね、スピーカーのアイコンをタッチすると、角竜類の中で一番最初に正式な名前が付けられた。ほら、音声ガイドもしてくれるの。さあここでクエスチョン。正しい名前はどれかな。3択です。みんなも考えてね。わかったかな。正解は、見ても聞いても楽しいね。楽しくてついつい覚えちゃいそう。あー、生き物博士になれちゃうかも。辞書みたいに50音で検索もできるのよ。先生の大好きなトイプードルをトで検索するとほら、簡単に検索できちゃう。あ、でもこの下のスパンダクティルスってなんだろう。うわー、こんな生き物もいるんだね。検索していろんな生き物調べたくなっちゃう。さらに生き物たちと遊べるゲームがなんと100アプリも入っているの。今回はフーフーかくれんぼで遊んでみましょう。マイクに向かって息を吹きかけて葉っぱを飛ばすの。隠れている昆虫を当ててね。先生ばっかりずるい。僕にも私にもやらせて。はい、今は授業中なのでダメです。では特別にクイズを1問。正しい名前はどれかな。3択です。みんなも考えてみてね。正解はシロサイでした。このタブレットはね、カメラがついていて自分だけのオリジナル図鑑が作れちゃうんだよ。僕だったら動物園でゾウ撮りたい。私だったら綺麗なお花。他には何を撮ろうかな。あ、ここにあるライオンのフィギュアをパシャ。私はこの花瓶のお花をパシャ。身近にあるものを探しても楽しいね。というわけで本日の授業はおしまい。小学館の図鑑ネオパッドデラックスは5インチの大きな液晶画面で見やすくて、充電式だから持ち運びにもとっても便利。みんなも小学館の図鑑ネオパッドデラックスで遊んで学んでみてね。